はい、こんにちは。なんと今回は車検です。この子、奥様子ですね。車検なんですよ。で、この状態じゃないと、リカの取れる通行になると、だからユニットが動いちゃう、勝手に。なので、何で知ってんの？正解だよ、さっき。すげえ。きっと、全力で少年だった。で、Hi everyone. I'm Haruto. 何やってんの？ I came to car inspection center in Tama area. 結構まずね。こんな並んでますね。ね。あ、それってマフラーに刺すの？音を測るの？見てくれば。さっちゃんはね、音じゃなくて。で温度を測ったよ。ブレーキで変わっちゃってるとガスレポートっていうのが必要になっちゃうんですけど。あ、そうなんですか。これ前回の2年前もこのまま普通に通ったんですけど、はい、多分その時に見逃しちゃった可能性もあるんですよね。ただ、まあ、純正のマフラーだと触媒がまあちゃんとついてるじゃないですか。あ、触媒はついてます。あ、でもそれが証明できる書類がなきゃダメなんですよね。純正品っていう証明がなきゃダメってこと？はい、社外に変わってて、それ試験受けてレポートが出るんですよ。触媒はノーマルなんですか？触媒はノーマルですか？はい。あ、というとマフラーだけ変わってて、前と触媒、あ、ここがノーマルで、ノーマルで前と後ろが違う。あ、太鼓だけ違うっていう。太鼓っていうかパイプだけ違う。パイプだけ違うんですね。はい、そしたら触媒は純正でちゃんと純正です。純正です。はい。あ、じゃあ大丈夫ですね。もうちょっとだね。もうちょっとだね、さきちゃん。もうちょっとだね。っていうか、なんで脱いだの？暑すぎて死にそうで、溶けそうだから。さようでございますか。ボディはビニールだからね。家帰ったら絶対に、半袖にしよう。通勤したって。え、でしょ？半袖にしよう。これを着てる暇がなかったよね。さっきさ、こうやって、さっきのボンネットが閉まるときにボンってなって、めっちゃ汗かいて、でボンドン。さっき暑そうだね。結構歯が生えてきた。ここ。よし、さっき突撃だ。これ行けってこと？赤信号ってさ、入っていいってこと？ダメダメ、青信号って言ってた。いいのかい、これ。ダメだよ。ダメだよ。いや、いいと思うよ。ここに来ていいんだよ。待って。大丈夫。よいしってる機械で。大丈夫かな。
ゆっくりと前進。そのまま待つって書いてあるよね。よし、これがライトが勝負だ、ライトが。勝手に動くんだ、あれ、グイグイって。頑張れ。もう一度検査します。ダメだって。なんと嘘でしょ。こっちもダメ、もしかして。もう一度検査します。これもダメだ。上と下と何がダメなんだよくわかんねえ。ブレーキを検査します。駐車ブレーキを戻してください。フットブレーキを離してください。フットブレーキをゆっくり踏み込んでください。フットブレーキを離してください。駐車ブレーキを検査します。駐車ブレーキをもう一回これ全部並ぶってこと？もう一度。あ、やべ。駐車ブレーキをかけてください。駐車ブレーキを戻してください。ヘッドライトがダメだ。電気の玉を変えなきゃダメになっちゃったのに、持ってきてよかったな。もう一回並ぶの？これどぎついね。そうだね。エンジン停止。見て、勝手に動くの。
前後振動だって。へえ。下に穴が開いてる。そう、人がいるんだ。じゃあライトを直さないと、ライトを。最悪の事態が発生してしまう。ああ、帰りたい。やっぱ？見ても帰りたい。またあの長蛇の列をね。そう。うん、ちょっとは減ってんじゃないのかな。全然減ってないね。何これ。もうやだ。なんでこれこんなに。取れた、取れました。ライトがね、苦戦しましたよ。工軸、これ LED がね、これ動いちゃうからね。やっぱさっきあのライトダメだね。いやー、ほら助手行くよ。車検無事通ったからね。その、こっちから出んの？いやー、ピンチだったね、さっきね。めっちゃピンチだった。車検はね、もうこのライトくんがね、昨日浜ちゃんに会わせてもらったやつが、やっぱレンズ挟まっている。レンズカットがダメでした。助手さん、今日厳しかったね、車検ね。何が辛かった？順番と暑さ、真夏みたいな。そうだね、暑かったね。でもおかげで肉が増える。